こんにちは、シュイどうも、山桃です。本日はグッズを可愛く飾る方法をご紹介していきます。ポイントだけ押さえれば誰でも可愛くなる空間が作れるので、マジで難しくないから、みんなで推しを可愛く飾りましょうの回。一番のお気に入りはやはりこのコーナー、めちゃくちゃ可愛くなってね、本当に大満足しています。ちなみにこのテーブルは IKEA のものでございます。と下は汚いんですけど。そしてこれもね、 IKEA の有効ボードってやつです。これを100均で買ったフックに引っ掛けて、私は有効ボードを貼り付けました。この IKEA の有効ボード取り付け方が何パターンかあったんかな、なんですけど私はそんな感じでやってます。こっちの方はね、ベージュがかってるような本棚を使ってるので、色の統一感がね、なかったりするんですよ。どうしてもこの突っ張り本棚が良かったので、その辺のね、家具の色の違いは目をつぶってください。ということで、私がグッズを飾るときに意識しているポイント、キャラクターによってイメージカラーっていうものがあると思うんですけど、その色の雰囲気をコーナーごとで合わせてます。今私この机の上がブルー系とピンク系で作ってるんですけど、2色置くとしてもその色同士が喧嘩しないように合わせやすいおしゃれに見える2色を配置してます。何色と何色が合うかっていうのは、2色おしゃれな組み合わせとか、こういうサイトを使ったりもしてます。このサイトがね、ランダムで2色の組み合わせを表示してくれるので、あ、この色の組み合わせ可愛いなと思って、そういうのをね、あのグッズ飾る時とかに取り入れたりしてます。あとは一つのテーマを決めたら飾りやすいと思います。この机の上で言ったらパステル系のグッズたちをね、集めて並べてるんですけど、真っ黒なものとかを入れちゃうとミスマッチかな、雰囲気に合わないような黒やブラウンは極力避けるようにしています。この及川さんのフィギュアとかも台座が白のものを選んだり、こうやって見るとほんまに黒系のものを置いてないですね。って感じで、飾りたい雰囲気、パステルな感じがいいのか、ビビッドな感じがいいのか、それとももうモノクロがいいのか、アンティークって言ったらいいんかな、シックって言ったらいいんかな、どうなんやろうって思ってるコーナーが一つあって、まあ、ここですね、ツイステッドワンダーランドのリドル君を飾ってるコーナーです。ちょっと電気つけます。あ、ちなみにね、これライト貼っつけました。なんかペタって貼り付けるやつでシーンで購入したんやけど、このライト両面テープみたいなのがついてたんで貼っつけて明るくできるようにしました。この辺の段と比べてやっぱりちょっと雰囲気が違うと思うよね。ここのコーナー、レステの世界の雰囲気は合わせやすいよね。レースとかをねプラスしてあげるとめちゃめちゃ可愛くなるかなと思います。というわけで、一緒に飾ったら可愛い雑貨を用意しておく、これがねめちゃめちゃ大事ですね。お茶つき加減を緩和してくれる気がしてて、なのでこんな感じでチューリップを置いてみたり、こういうねフェイクブックを置いてみたり、あとはキャンドルやペン立て、ちょっとしたこういう収納ボックスを置いてみたりで、塩梅でやってます。この可愛い雑貨たちはどこで集めんねやって話なんですけど、スリーコインズ、ラティス、サリュ、ナチュラルキッチンやら、ダイソー、セリア、キャンドゥに行ったり、あとはシーイン、キューテン、韓国通販サイトなどで集めてます。この辺で言うと、これはね過去ラティスで買ったキャンドルで、この辺のフェイクブック、これセリアかな、この収納ボックスはシーインで、そしてこれも、あ、ダイソーや、これはね確かシーインで買いました。ここはあのガチャガチャのステッカーとかはねこんな感じで入れてます。あ、これはスイマーです。ブルーとピンクの組み合わせが可愛かったやけど、この辺がねゴールドやからちょっと浮くかなと思ったんやけど、可愛すぎたんで置いてます。そしてコースターもこういうフレームに入れて飾ることによってなんかポップな感じが出て可愛いかなと。ちなみにこのフレームはねかなり前にセリアで買ったものなんですけど、全然今はこの色付きのフォトフレーム売ってないです。再入荷とかしてくれたらいいねんけどな。飾りたいグッズが6で雑貨が3、ガチャガチャが1みたいな感じで、そんな割合で飾ってます。このねねちゃんと風間くんもガチャガチャやし、このねドラクエのスライムたちもガチャガチャです。ちなみに奥に見えてるあの冬木くんもガチャガチャ、この辺もねガチャガチャを散りばめています。とにかく可愛い雑貨と一緒に飾っておけばなんか可愛くなります。もう雑貨の力は偉大。そしてこちらポストカードとともに推したちをこんな感じで貼っつけています。ちょっとあのこのニキちゃんはですね、スマホの裏に入れてたやつちょっと一旦貼ってただけなんで、ちょっと取っときますね。ここもね結構
をどういう配置にするか悩みました。この文字のみのポストカードとかは私はシーンでよく買ってます。縁にね白色が入ってるポストカード系とか、この配給のやつやったら白が多いし柔らかい雰囲気やからここに飾っても違和感ないなと思って飾ってるんですけど、まあでもこの辺のね呪術のねパシャコレートがね全然パステルじゃないんですけど貼っつけたかったんで小さいグッズで貼っつけてます。こういうポストカードとかやと白黒でも統一させちゃったりとかで、周りもこういう白黒のポストカード貼るとかね、そういう感じにするとやっぱり統一感が出ていいかなと思います。まあポストカードはそんな感じでね一応試行錯誤して貼ってます。私がよくやるグッズの飾り方をご紹介すると、このフェイクブックの上にアクスタとかを飾ることが多いです。このフェイクブックもラティスで購入したものなんですけど、もう売り切れないよ。やっぱラティススリコーとか可愛いのがあったとしてもちょっとシーズン過ぎると売り切れていっちゃったりするから、もうなんか見かけたら買っといた方がいいですね。まあもう私なんかもうちょっと買っとけばよかったって思ってる。まあ、こっちはより簡単かな、飾り方的に色で統一してるって感じかな。グッズもパステル系のものを選んでます。こっちの段はもうゴリゴリフィギュアも飾ってるんですけど、色はね統一してるのでごちゃついて見えへんかなと思います。はい、ここもねこんな感じでフェイクブックの上にグッズを飾ってます。そしてこの缶バッジを飾ってるこのクリアイーゼルはダイソーやセリアでも売ってるもので、そしてその下の段ちょっとここはね自分的にもまだ納得がいってなくって影になっちゃうので、あんまり奥に物飾らん方がいいんかなとか思ったりしてます。ここリニューアルしよっかな。一旦グッズたちをね全部出します。このひな壇もダイソーセリアとかで売ってるやつです。カゴにお洋服着せたぬいぐるみを飾ってみようかなと思います。グッズや雑貨を飾るときにちょこっと意識していることがありまして、こういう大きいものを片方に配置するんじゃなくって交互に斜めに配置するようにしてます。片方だけに寄せちゃうと圧迫感があるように感じるので、交互に配置することによってねなんかすっきり見せれるかなって思って、あ、こんな感じで配置してます。ここにお饅頭とか入れてもいいかもしれんな。これもねあのシーンで買ったカゴです。これどう、後ろ向きにして台座にするとかどない。これ見て、ガチャガチャ Vlog みたいなんで開封してたやつ、あの後もう可愛すぎて全種類欲しいってなってボックスで買ったんですよ。可愛すぎる。そうやそうやそうや、めちゃめちゃおすすめなアイテムがあって、グッズを飾るってなるとやっぱりちょっと不安定な子とかおるやん、立ててもグラグラしたりとか、あとは地震対策しときたいって方、これがおすすめです。フィギュア用固定シール、これダイソーでもセリアでも売ってます。まあ店舗にはよると思うんやけど、ダイソーのオンラインショップでも売ってました。これがマジ大優勝しててぜひ見てみてください。まあ、これじゃなくても両面テープとかでもいいんかもしれへんな。何やったっけこれ、フロマキ素材っていうの、あのシルバニアファミリーみたいなね素材感やから、布やからね貼っつけれるか分からへんねんけど、こういう感じで貼っつけて、そしてミッフィーちゃんもこの辺に置いとくと。ポストカードを貼り付けてみようかな。ちょうどいいブルーとイエローの配色のポストカードがあったから後ろに貼り付けるとかどう。いいかもしれん。最初にやっとけってなるよねこれね。そして今更なんですけど、ポストカードを貼るときに超絶おすすめのテープがあって、こちらです。MT って書いてるマスキングテープのどうでかいやつ、私 Amazon で購入したんですけど900円ぐらいしたかな。これの粘着力がめちゃめちゃ強くって、でも私はこれ貼ってて壁紙が破れたことはないしで、本当におすすめのテープです。ポストカード壁に貼っても何回も押してくんねんって方は一回これ使ってみてください。こうやって、おいしょ。はい、しかも結構ねでかく貼れるからこの範囲がね広いんですよね。こんな感じでこれを貼っつけます。ということでこんな感じで少し貼っつけてみました。ここの空いたスペースにフレグランスを入れてみたんですけど、蓋を開けず使ってます。ちなみにこれはねダイソー系列の300円ショップみたいな、なんてお店やったかな、そこで買いました。蓋したまんまやけど若干ね匂いが漏れてるので、ちょっとねぬいぐるみとかね匂いがつくのが嫌って方はフレグランス系じゃない方がいいかもしれん。ここに置いてるこのねキャラクター、これあのパラライのビスティのトーマくんなんですけど、ここにピンクが入っちゃってんのが若干色がねパキッとしすぎてる気がするのでちょっと変えます。はい、というわけでこの段こんな感じに変わりました。いかがでしょうか。なんかねもうちょっと
このお饅頭の後ろにお花とかね、そのサイズ感の小さめのやつとか置けたらいいんやけど、また雑貨探しの旅は続きますね。これというわけで、最初並べてた時よりもいい感じになったのではないでしょうか。真っ白ベースやとね、割と飾りやすいです。ちなみにこちら寝室なんですけど、見覚えのある子がまたここに飾られてるかなとは思いますが、こんな感じでね、ちょこっとアクスタとかも入れ込んじゃってます。ちなみにね、これもあれつけてます。先ほどご紹介してるフィギュア固定シール、倒れなくてめっちゃいい。こっちもですね、こんな感じで推したちを飾っています。少し雰囲気を変えてみて、白黒がメインのグッズを集めてみました。そしてまあ少しね、色が入ってるかなと思うんですけど、色がまとまるようにグッズを選んで飾ってみたんですけど、どうでしょうか。このコースターを入れてるクリアのフレームは100均で買いました。これは確かセリアで購入したものです。そしてこのクリアのペンケースにアクスタを立ててるんですけど、100均で購入したものでこちらです。どこで買ったやつかな、ダイソーかな、確かダイソーやったと思うねんけど、こちらも台座に緑が入ってて、ちょっと統一感がなくなるかなって思ったので、すみませんが台座はお下げいたしまして、まあ不安定なんですけど、ぶっ刺してる感じですね。そしてこのハートのシルバーのトレー、これはね、かなり前に購入したものなんですけど、確かラティスやったと思う。モノトーンテイストでグッズを飾ることがあまりないので、モノトーンのおしゃれな小物が少なかった我が家に。とりあえず合いそうなもんかき集めてみたんですけど、もっと可愛い小物を集めたら推したちが可愛く飾れるんじゃないでしょうか。はい、というわけでグッズの飾り方でした。参考になったでしょうか。部屋作りはやっぱりね、結構時間かかるよね。もうポン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 飾れたらいいけどさ、どういう組み合わせがいいんかとか、ほんまに試行錯誤してやってます。皆様のオタクライフがより楽しいものに、ワクワクしたもんになったらいいなと思います。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。